賞を受賞した若欅の皆さんです。地元朝霞市で活動している若欅と申します。今年で結成23年目を迎えました。今年のテーマは義を経て一蓮托生、義経と弁慶の忠義を超えた固い絆をテーマに演舞します。踊りと旗の揃いにご注目ください。5000円よろしくお願いいたします。それでは若欅の皆さん、よろしくお願いいたします。会場の皆さん、こんばんは。指入っちゃいます。朝霞市の若欅と申します。また暑い暑い3日間が始まります。皆様に笑顔と感動を届けられるよう精一杯演舞いたしますので、ご声援のほどよろしくお願いします。2024若欅乾杯。太鼓の風、一筋の道、技を心を長く険しき道なれ、絆を糧に共に進ま、これぞまさに義を一蓮托生。Thank you.
時を超えた絆が今ここに実を結ぶ。ありがとうございました。